どうも、ビタズファクトリー工場長、ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回紹介するレンズですが、キヤノンの FL50mmF1.4 というレンズで、ございます。僕の大好きな FL の、明るい、結構明るめの、レンズになってまして、2という文字がね、入ってますので2型ですね。1型はちなみに、これですね。これが1型です。これ違う。どれだ。これですね。これが1型ですね。以前、紹介しております。FL50mmF1.4 の1型と。こっちが2型。どう違うのかというとですね、大きさがちょっと違いますね。新型の方がちょっとだけ、長いですね。レンズの口径もちょっと違いますね。一緒かな、一緒か、口径はちょっと違うのかな。でこっちの方がちょっと深くなってるんで、フレアとかそういうのに対策になってるのかなとか思うんですけど、一応スペック的には F1.4 で同じと、ただレンズの構成がちょっと違うのかなとか思ったり、します。描写がなんか違うなと。 FL はですね、 50mmF1.8 の、レンズも持ってまして、F1.8 はですね、背景ぐるぐるボケっていう、ボケ方をするというので、それで気に入ってるんですけど、この FLF1.4 これも、ぐるぐる系なんですよ。ただこっちはあんまりそういう感じじゃないなと。2型ですからね、より、正しい描写というか、よりそういう、部分は補正されてるのかなとか思ったり、します。で撮影距離はですね、最短で60センチまでですね。絞りバネは2、光が反射するな、どうしても。見えないですね。こっちから見るか。はい。2、4、6、8枚ですね、羽は。多いですね、結構。F1.4 はだいたい8枚とか多いですけどね。で、使い勝手っていうとですね、1型よりも2型の方がもちろん、絞りのリングも幅が広くなってますし、フォーカスのリングも幅が広くなってますし、使いやすいですね。3に関しては僕は、こっちの方が好きかなっていう、開放で結構にじんでしまうというか、甘々な感じになっちゃう、1型で、開放から、1型よりも、シャープな感じで、描写ができる、2型、ただ2型は背景のボケが真面目なボケ方をするので、ちょっと面白みは少ないかなと思います。それぞれその時の気分で使い分けはできるかなという感じで、ございました。では、作例を撮ってきておりますのでご覧いただきたいと思います。今回は、ソニーの NEX で、撮っております。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例をどうぞ。